はい、本日はですね、こちらのインナーダウン3ブランドを、比較していきたいなというふうに思います。でですね、まあ、サムネにもあった通り、このユニクロのインナーダウン、そしてモンベルのインナーダウン、そして、ノースフェイスのインナーダウンっていう、この3つを、まあ、比較していく流れにはなるんですが、インナーダウンって毎年冬になったら発売してて、まあ、パッと見ってどれがどれってそんな変わらへんじゃないですか。やのに値段が、まあ、このユニクロの方、2020年モデルが今買ってきたばかりなんですけど、まあ、これやったら5、6000円であるし、モンベルやったら1万、まあ、2倍ぐらいかみたいな。でさらにこれだ3倍、モンベルの3倍ぐらいの3万円ぐらいするみたいな感じになってて、いや見た目そんな変わらんのになんでそんな値段違うみたいな感じのって、結構悩まれる方も多いかなというふうに思うので、まあ、僕この3つあるのでこれを比較しながらご紹介していきたいんですけども、一応まあ他にもまだあるっちゃあって、このアークテイクスっていうブランドのインナーダウンもあるんですけど、ちょっとこれに関しては値段がもうちょっと高くなってくるので、ちょっとこれは今回除外する形にして、まあ、この3ブランドを比較していきたいなというふうに思います。まあ、なのでこれ見てもらえれば、一応この冬に自分にどれが合うんかとか、自分やったらこれでいいなとか、自分やったらこれの方が向いてるなとかっていうのを分かるっていうふうに思いますので、まあ、ご紹介していきたいなと思います。でまあ最初に言っときたいんですけど、これパッと見てもらったら、これまあまずユニクロのインナーダウン、まあ襟付きのものになってて、でまあこういうふうな感じでシンプルな感じですよね。でまあそれにそっくりなのがこのノースフェイスのインナーダウンですよね。これロゴがノースフェイスって入ってへんかったら、これユニクロと一緒やんって思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、細かいところがやっぱり違うので、値段的に考えたらですね、これが、ユニクロが5、6000円でノースフェイスが3万円って考えたら5倍ぐらい違うんか、だいぶ違うんですけど、ロゴつけて一緒っていうわけではないので、まあ、そこは違うんですけど、まあ、次これがモンベルですね。モンベルの襟がないんですよ。でこれだけ襟ないやんって思い張る方もいらっしゃると思うんですけど、他のユニクロに関してもこのノースフェイスに関してもモンベルと同じように襟なしのパターンもあったりするので、まあ、その辺はまあ好みで、やってもらえばいいとは思うんですけど、このモンベルに関してだけ襟付きがないんですよ。だから襟なしこのモデルしかないので、まあ、ちょっとこれはちょっとモデルを変えたりすればいいんですけど、このタイプに関しては襟なししかなかったんで襟なしを購入したんですけども、まあ、それ以外ユニクロは襟ありもなしもあるし、ベストもある。でさらに、こちらのノースフェイスのサンダージャケットも襟が付いてないやつもあればいろいろあるっていうことなんですけど、まあとにかくなんかよく分からへんからざっくり比較していきましょう。はい、ということになってて、まあ、値段からまず見ていきたいんですけど、最初言ったみたいにこれが 5,6 千円ですよね、ユニクロの方が。で次モンベルの方が、1万円ぐらい、1万円ちょっとっていう感じで、でノースフェイスの方が3万円っていうことになってて、まあこれがどんだけ違うんかっていうところに行きたいなと思うんですけど、まず、ダウンからいきましょうか。ダウンがこれ中にこう要は綿が入ってると思うんですよね。でだからこうモワモワしてると思うんですけど、この綿が若干違うんですよ。でこのユニクロの方に入ってる綿っていうのがそういうちゃんとしたダウン、要は水鳥のここの鳥ってここに綿あるの分かりますかね。でそこの綿を使ってるっていうのが、まあ、このダウンになってるんですけど、まあ、そのダウンもやっぱり牛肉とかと一緒で言い悪いがあるんですよね。でどこさんの牛肉、松坂牛やったらええけど神戸牛はどうやとかってなんかあるじゃないですか。でまあそういうブランド牛じゃなかったらちょっと値段下がるとかっていうご飯でもあると思うんですけど、そんな感じ、まあ米もそうでやると思うんですけどね、まあ、そんな感じでダウンもやっぱりどこさんがいいとか、あとまあその体が大きい方がやっぱ良かったりとかっていうのがあるんですよ。でその中でも、まあ、これに関しては一応天然の本物の水鳥のここのダウンを使用はしてるんですけど、まあ、羽毛とか言って言われる部分ですよね、まあ、それがそんなにめちゃくちゃ高品質なものではないっていうことになってて、まあ、全然悪いものではないんですけど、まあ、そこまで高品質ではないですよということになってて、次のこのモンベルの方は同じようにその水鳥の生きてるここの生きてるっていうか、まあもう死んだ後なんですけど、のここの毛を使ってるんですけど、こっちのダウンの方が良質、まあ、要は松坂牛的なクラス、神戸牛的な感じの、まあ、僕ちょっと関西からちょっと関西寄りになりますけど、まあ、他でもあると思うんですけど、まあ、そういうちょっとランクのいいダウンを使ってるっていうので、まあ、値段が倍ぐらい違うんですよね。でそのランクの示し方として、もちろんどこさんっていうのがあったりはするんですけど、まあ、ダウンで一般的に言われるのがフィルパワーっていうものがよく言われるんですよね。でこのユニクロのタグのところにもフィルパワーって書いてあって、もちろん分かる方ははいはいはいって分かると思うんですけど、分からん方がいるから全く意味分からへん、まあ、とりあえず数値が高かったらあったかいんやろぐらいしか思わないかなと思うんですけど、まあ、これ数値が高かったらあったかいって意味ではなくて、要はですね、全く同じ重さのダウンを例えばむしり取りましたと、バシャって取ったと、ほんならその時に全く同じ 1g ずつやけど、やっぱり体積の大きい方であるんですよね。こっちの方がふっくらめっちゃしてるやんみたいな、で同じ 1g やけどこれこっちペタンコやみたいなんてあったりするんですけど、やっぱりふっくらしてる方がそんだけ良質良いものって言われてて、このペタンコの方はあんまり良くないものっていう風に言われてるんですけど、まあ、なんで良くないかっていうとですね、こうやって例えばダウンとかにこうやって入れるじゃないですか。そしたら良くないものっていっぱい入れやんとあったかくならないんですよ。だからちっ
っちゃいものをバーッといっぱい敷き詰めていかなきゃへんけど、こういういいもののダウンっていうのがほんまに少量でいいんですよね。同じグラム入れんでよくて、もうすぐ大きくなるから、あ、じゃあここに 0.5g、 ここに 0.5g、 ここに 0.5g みたいな感じで入れていくので、できるだけ良質な方が温かいというよりかは軽くできるんですよ。なので一応その数値としては、これがなんか640フィルパワーって言うんですけど、640でも全然いいものっていう感じなんですけど、こっちのボンベルに関してはですね、800フィルパワーって言って、まあ、これに関してはもうカナダグースとかが700なんぼっていうレベルなんで、カナダグースとかよりも高いような数値のフィルパワーを使ってるっていうのが、まあ、このモンベルのダウンジャケットになります。だから、それだけ軽いっていうことですね。ダウンがめちゃくちゃふっくらしてるダウンを使ってるから、余分なダウンを入れんでいいので軽く仕上がってるっていうのが、まあ、フィルパワーの、まあ、原理かなというふうに思います。なのでよく暖かさって勘違いされてる方いらっしゃるんですけど、暖かさはそんなに関係性がない。それダウンはいっぱい入れれば暖かくなるんですけど、より少ない量で暖かくするにはフィルパワーの高いものを入れると必然的にふっくらしてるものがいっぱい入れるので暖かいということになってます。で、これに関してはですね、このノースフェイスのやつだけ唯一天然のダウンも入ってはいてるんですけど、人工のダウンも入れてるんですよね。だからこれがちょっと違うところになってるので、あの前2つは天然のダウンのみを使用してるんですけど、このノースフェイスの方はちょっとまあ人工のダウンが使われてて、え、なんでこれだけ一番高い3万もするのにお前人工のダウン入れてちょっとかさ増ししとんねみたいな感じになると思うんですけど、まあ、これに関してはですね、あの雨とかも考えられてるんですよね。やっぱりダウンの一番の敵って濡れちゃうと終わりなんですよ。いくらふっくらしてますね、800フィルパワーですね言うても、雨がバーっと降ってきて、で濡れちゃったらもうペタンコになるんですよ。で500フィルパワーのやつでもペタンコになる、で900フィルパワーのやつでもこんだけあの雨降ったらペタンコになるっていうことになるんですけど、まあ、人工のダウンに関しては雨に濡れても強いっていうところの特徴があるので、あえてこれはかさ増しじゃなくて、あえて水に対応するためにこのノースフェイスのモデルに関しては人工のダウンが彫り込まれているというところがまず大きな違いになってるかなと思います。まあ、なのでこの時点で、ユニクロのやつももちろんいいんですけど、より軽さを求めるんやったらやっぱモンベルになってくるやろうし、よりどんな天候でも合わせたいってなってくると、こういうノースフェイスの人工のダウンが入ってる方が良かったりするんかなというふうには思うので、まあ、そういうところはあの人によって違うと思うんですけど、若干この辺でももう差が出てるという感じになってます。で次がですね、何個かな、重さいきましょうか。でまあそれはあの重さになってくるんですけど、重さがですねやっぱり若干違うんですよね。このユニクロのやつが220から 30g ぐらいっていうふうに表記されてるんですけど、まあ、220-230って考えたらまあまあ軽いですね。 AirPods ぐらいかな、 AirPods ぐらいちゃうかな、覚えてないけど、なんかそんな感じだったと思います多分。はい。でまあそんなもんやったと思うんですけど、それぐらいっていうことで、でモンベルの方は170なんですよね。だからぐんと軽くなってきて、もうパッと見はそんな変わらんでいう感じになってると思うんですけど、あ、ちなみにこれ全部 L サイズなんですよ。全く同じサイズなんですけど、全く変わらんでいう感じになってるんですけど、そんだけ良質な、さっき言ったみたいなこういいダウンを使ってて、ふっくらしてるダウンを使ってるから、もう最小限のダウンで暖かくなるんですよ。だから軽くできてる。で次こっちの方に関してはノースフェイスは 270g っていう表記があるので、まあ、重さに関しては一番これが重たいとは思うんですけど、まあ、多少人工のダウンとか使ってるから、まあ、しゃあないで言うたらしゃあない感じにはなると思うんですけど、まあ、そんなに 100g ぐらいの差ですよね。これが一番軽くて170で、次ノースフェイスが一番重くて270やから、まあ、100g の差がそんなにあの人に大きな影響を与えるかって言ったら、まあそう、まあ、普通に筋肉ある人だったら多分そんなに感じないと思うので、まあ、その辺はまあまあ関係ないかなというふうに思います。ということで、で次はで生地いきましょうか。生地いきたいなと思うんですけど、まあこれ映像で見てもらったりとか、あとあんまり服がお好きじゃない方が見たらですね、もうほぼ一緒なんですよね。で素材ナイロンですって聞くと、あ、だから一緒なんですねって思うと思うんですけど、まあ、ナイロンは全部ナイロンなんですよ。ナイロンナイロンナイロンで全部できてるんですけど、実はこう細かい部分が違うくて、まあ、こっちの、ユニクロのナイロンに関してはもう普通のザナイロン、まあ、ナイロン中のナイロン、それ以上の言葉が見つからないっていうぐらいのナイロンなんですけど、このモンベルのやつとかノースフェイスのやつってやっぱアウトドアブランドやから、こう酒とかに強く作られてて、普通のナイロンよりもさらに強度があるんですよね。でそれがどういう強度があるかっていうと、例えば引っかかったりとか、例えば擦れたりとかするじゃないですか、壁とかに擦れたりフェンスに引っかかったりした時にも破れにくく設計されてるっていう、まあ、リップストップナイロンというナイロンの作りがあるんですけど、まあ、それを作ってることによって生地も頑丈に作られているということになっています。まあ、ちなみにリップストップナイロンっていうとですね、こうなんていうんですかね、格子状にガーッと編まれているので、ちょっとピュンって例えばこう穴とかがキュッて引っかかったり、網で
釣りしてる時にガンって引っかかったりしてもビリビリビリって行きにくいようにこの格子状にあえて編むことで止まるんですよね、キュンって。だけどこういったユニクロのやつとかやったら一回穴開いちゃうともうダラ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 って穴開いていくので、まあ、そういうところまで考えられてて、なおかつアフターサービスっていうか、アフターサービスというとちょっとなんか変な感じやな、あのもう修理とかもあのアウトドア系はあるので、ちょっと穴開いたぐらいだったら修理とかもできるというところがやっぱり違うかなというふうに思います。で次がですね、まあ着た感じを見てもらいましょうか。でまずユニクロから見てもらうんですけど、ユニクロのまあパッて見てもらった感じでですね、まあ、一応全部 L サイズで、僕178-65で着てるんですけど、まあ至って普通なんですよね。良くも悪くも普通、シルエットも特別細いわけでもないし特別太いわけでもない。ただ一般の全員にどんな体が太い人でも細い人でも合わせれるようになってるので、よく言えば特徴がないんですよ。だからストーンと落ちてる感じになってるので、まあ、スタイルがよく見えることもないし、まあ、誰でも着れるような感じになってるっていうのがユニクロの部分。だからまあ要は大衆受けはするけども、ピンポイントでスタイルがよく見えるかって言われたら全然そんなことはない。むしろ大衆に合わせにいってるから無難なあの作りになってるっていうのがユニクロのシルエットになってます。で対して次モンベルになってるんですけど、モンベルのシルエットっていうのがですね、若干さっきのユニクロよりゆったりしたサイズ感にはなってるんですけど、まあこれ何かっていうと、まあ、このモンベルのやつっていうのはですね、まあ、もちろんインナーで着ることもあれば、なおかつこれがアウターになることもあるんですよね。だから中にパーカーを着込むこともあったりするんですけど、まあ、そういうとこも考慮されて腕周りとかがちょっとふっくらあのゆとりがあるようなサイズ感になってるので、まあ、そういう中に着込んだり、あとはまあ外にこう着たりとかする時とかも考慮されて作られているようなサイズ感ということになってます。で次はですね、この最後ノースフェイスの、インナーダウンになるんですけど、まあ、ノースフェイスのインナーダウンはですね、あの全然さっきのユニクロとは違うんですよね。そのマークがあるだけっていうことじゃなくて、もうシルエットがもう全く違うんですよ。なのでこれはあえてインナーで使うことを目的として使われているので、どっちかって言ったら結構細いんですよね。だから腕のとこも細いし胴回りも細いんで、これから中に、パーカーを着込みますねんとかスウェットをガンガン入れますねんっていうことよりかは、どっちかって言ったらこれを中に着込むことを考えて、まあ言うたらこのインナーダウンの上にさらにマウンテンパーカーを着るとか、まあそういった感じの作りっていうところが、まあ大きく違うんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、サイズがね全然違うんですよね。まあユニクロは最初言ったみたいにもう普通一般的なシルエット、誰が着ても着れるけど特別スタイリッシュではないっていうことになってて、でモンベルの方は中身に着込むこと考えられてるから結構ゆったりしてるサイズ感だから、どっちかっていうとちょっとふくよかな方とか体型がっしりされてる方とかはこのモンベルの方が良かったりするかなと思いますし、まあ、僕みたいにどっちかっていうとこう細い人とかはこういうサンダージャケットとか着た方がよりすっきり見えるし、なおかつスタイリッシュに見えやすい、だから1枚できても様になるような感じのっていうのが、まあ、ノースフェイスのアイテムかなというふうに思うので、まあ、ざっくりですね、あの総括をしていきたいなというふうには思うんですけども、ユニクロの方っていうのは本当にまあ何て言うんですかね、最低限のスペックっていうのがまあちゃんと備われてるような感じ、まあ、ちゃんと本物のダウンも使ってるし外側にはナイロンも使ってる。ただそれ以上に凝った作りはないので、例えばこういうポケットのとこ、脇のポケットのとこってちょっとアウトドアメーカーとかやったら中にマイクロフリースって言ってモフモフのついてるんですよ。ただこれに関してはそういうあの配慮とかはないですし、あと首元のジップとかがこう当たる時とかってあるじゃないですか。で例えばヒゲ生やしてる方でこう仙人みたいなヒゲしてる人ってこう多分巻き込むんですよね、グッてジップが。だけどそういうところを考慮されてカバーとかがあるんかなって言ったらそういうのはないんですよ。だから本当に最低限の機能があるっていうのがこのユニクロのウルトラライトダウンっていうタイプになってて、で次のこのモンベルですね、このモンベルのインナーダウンっていうのはあくまでもやっぱユニクロとの差別化で、中のダウンはちゃんと高品質な本物のダウンで、さらに、まあブランドというか、まあ、ちゃんといいダウンを使ってますよと。でどれぐらいいいのっていうと、本当にまあカナダグースとかを超えるようなダウンジャケットを使ってたりとか、ノースフェイスでもこの800フィルパーほどのダウン使ってるので多分ないんちゃいますかね。まあそれぐらい、まあ、あのこんなに薄いダウンなんですけどめちゃくちゃ良質なダウンを使ってるのでめっちゃくちゃ軽く作られてるんですよっていうのが、まあこれの特徴になってて、で次の、ノースフェイスですね、のインナーダウンっていうのはですね、まあ、これはあの一番最初にも言ったみたいにその人工のダウンを入れられてるっていうことで、あの雨でも使えるっていうような天候とか、まあそういうどういうシーンでも使えるんですよね。例えば外であの着るっていう時でも全然使えたり、急な天候がもし仮に濡れたとしてもあの暖かさをちゃんと担保してくれるようになってたりとかしますし、まあ、それ以外にやったらこのユニクロとは違って
ってこのジップハンドウォーマーのところのポケットのところの裏地がちゃんとマイクロフリースになってるんですよね。だからちょっとこう冬場って寒かったりしたらカサカサするじゃないですか、指とか。でそういう時とかもここに入れることでふわふわしたこの暖かい質感があったり、あとまあさっき言ったジップ、この首元のジップキュッて上げた時にこの裏地のところ、ここ多分青とか当たると思うんですけど、まあ、こういうところにもちゃんとマイクロフリースを使用されているので、こう噛むこともないし、なおかつ当たってて不快感っていうのもないような仕上げになってるっていうのが、まあ、こういう細部まで考えられてるっていうところが、まあ、ちょっとずつ値段の、違いになってるんじゃないかなというふうに思います。でですね、よくはまあこのダウンだけじゃなくてどういうダウンジャケットでもそうなんですけど、よくあんまり洋服の知識のない方とかで多いのがですね、ダウンジャケットの抜け毛がすごいっていうのって言い張る方が多くて、でダウンジャケットの抜け毛ってブランドで変わるっていうわけじゃなくて、本当に何ていうんですかね、冷蔵庫とかみたいに運なんですよね。いいのを引けば抜け毛ないし、たとえユニクロであっても抜け毛ないやつがあれば、もっと20万も30万もするような高級ダウン買っても抜け毛があったりするっていうことなんで、まあ、これは縫製に仕組みがあるので、安いから抜けるとか高いから抜けへんとかそういうわけじゃなくて、どうしても生地に穴を開けてるんですよね。こうやって縫製でダダダダダダってこう縫ってるじゃないですか。そしたら穴を開けるっていうことは、どうしてもこう中の綿が抜けていくっていうのって、これもう原理として仕方ないので、ユニクロやから抜けるとかノースフェイスやから抜けるとかモンベルやから抜けるとかそういうわけじゃなくて、モンクレールとかめちゃくちゃ高いダウンジャケットでも、もう原理が穴を開けてれば抜ける可能性はあるっていうことなんで、まあ、これに関しては仕方ない。だから当たりを引いてればそんなに抜けはないけど、まあ、外れやった場合はどんな高いダウンジャケットでも安いダウンジャケットでも抜けちゃう。だけど、まあ、高いダウンジャケットに関しては修理ができるじゃないですか。だからまあ修理とかして対応するってことはできると思うんですけど、安いダウンジャケットに関してはもう当たり外れどっちを引くかっていう感じにはなってると思うので、まあ、その辺に関しては運が、まあ、メインになってくるんかなというふうに思います。ということで最後はですね、まあ、どういう方がおすすめ、どういう方にどのダウンジャケットがおすすめなんかっていうところのお話をしたいなと思うんですけど、まあ、まずこのユニクロからいきますか。このユニクロのダウンジャケットはじゃあどういう人におすすめなんかっていうと、まあ、そんなに服にこだわりはないとか、あと値段をとにかく抑えたいっていう方に関してはもうほんまに最低限の機能がここにあるので、まあ、それで6000円ぐらいって考えると、まあ、コスパはめちゃくちゃいいと思うんですよね。まあ、なのでそういう風に考えてはる方やったらこれで全然問題ないと思いますし、暖かさっていうのはもちろんあるので、ユニクロやから暖かくないってことはもう全くなくて、ダウンもしっかり入ってて、なおかつ毎年毎年改良されてここまで来てるので、まあ、本当にこう冬になったら絶対売り切れてるようなアイテムなんでね、まあ、これ今9月やから全然前から揃ってたんですけど、まあ、多分10月11月ぐらいになったらもうガンガン売り切れてるとは思うので、まあ、そういうところでは全然申し分はないとは思うんですけども、まあ、そういったコスパを考えてはる方には、まあ、これはおすすめなダウンジャケットになってくるんじゃないかなというふうに思います。で次のモンベルはどういう方におすすめなんかというとですね、やっぱりさっきのちょっとユニクロではちょっと物足りひん方とか、あとまあもうちょっとふくよかな方であったりとかっていう方に関してはこっちの方が良くて、さっき言ったみたいにこう品質がやっぱりいいんですよね、こっちの方が全然。だから暖かさもそうやけど軽さっていうところも全然違います。特にこれから冬場にかけて重ね着をしていくってなったりしたら、この上にコート着てこの上にマフラーつけてとかってなったらどんどん重くなってくると思うので、まあ、やっぱ軽いっていうのは結構大事やなというふうに思いますので、まあ、そういう方にはこのモンベルのスペリオダウンですね、インナーダウンがいいかなと思いますし、まあ、これに関してはちょっとやっぱ雨に濡れちゃうとちょっとどうかなっていうところがあるので、あくまでも室内で着張る方とか、あとまあ車で移動するとき着張る方とかやったらいいと思うんですけど、一日中外でこれを着ていつ雨降ってくるかわからんっていう方にはちょっと向いてないんかなというふうには思います。まあ、なのであくまでもこう街中で着るってなったりしたら、まあ、天気のいい日とか雨の降らない日とかやったら全然問題ないと思うので、まあ、そういった方にはおすすめかなというふうに思います。でそしてですね、次のこのノースフェイスのインナーダウンになってくると思うんですけど、これはですね、まあ、全天候をカバーしてくれてるので、まあ、もちろん大雨って分かってた上でこれだけで出ていくのはちょっとどうかなと思うんですけど、まあ、普通に外にいてていきなり雨降ってきたって言っても、まあ、そんなに心配せんでもいいんかなというふうに思います。まあ、あとそれ以外にも例えばスポーツとか自転車とか乗ってて自分が逆に汗かく時ってあるじゃないですか。でそういう時でもやっぱりダウンって濡れちゃうので、まあ、そういった時でもあんまり気にせんと着れるっていうのがこの人工のダウンを使ってるノースフェイスならではの、まあ、いいところかなというふうに思いまして、まあ、それ以外にやったらやっぱ値段が高い
分こういろいろ設計も考えられてるんですよね。スタイルとかシルエットとかも考えられて作られてるので、この全サイズが L サイズだから、ユニクロもモンベルもノースフェイスも全部 L サイズなんですけど、その割にはちょっとちっちゃめっていうか、結構コンパクトというか、あの細身に作られてるのは多分おそらくいろいろ設計を繰り返して、まあ、ここまで来たのかなというふうに思うので、まあ、使っててそんな不満点がないようなダウンジャケットになってるんじゃないかなと思います。まあ、さっき言ったみたいにこの首のとことか、あとはまあこのハンドオーマーポケットとかっていうところになってくるので、もちろんユニクロでも全然満足できる方は満足できると思いますし、やっぱりモンベルまで上げやなあかんわっていう人もいてると思うんですけど、まあ逆にサンダージャケットまで上げて、このノースフェイスのインナーダウン3万円の分まで上げたけど、やっぱり俺ちょっとしっくりこうへんなっていう方は、ちょっとまあ僕に個人的にはですね、もう1個上まで上げちゃって、まあ、これが4万円ぐらいするんですけど、アークテリクスのインナーダウンっていうのもまあいいかなというふうに思いまして、これはもうよりもう1個考えられてるので、この袖口のゴムとかもちゃんとこう何て言うんですかね、風が全然入ってこないような設計になってたり、あと首元に当たる部分とかもちゃんと生地使われてるので、ナイロン当たったらヒヤってなるじゃないですか。こう冬の寒い時とかにキュッて来た時に、この首のもうガン空きしてるところに冷え冷えのナイロンこれ当たるとヒヤってなると思うんですけど、ちゃんとそういうのも生地がここに採用されてるので、そこまで考えられてるっていうところで、まあ、もちろん値段を上げれば上げるほど不満点ってなくなると思うので、まあ、ユニクロで不満を言ってはる方はもう一個上げてみてもいいかなと思いますし、まあ、それでも満足できなかったらもう一個上げてみるっていう感じになってるので、まあ、単純に値段が例えば6倍ぐらい上がるから6倍あったかいかって言われるとそういうわけじゃなくて、6倍あったかいといろんな機能が追加されたりとか、まあ、ダウンの質がちょっと上がったりとかっていう感じになってるんだと思うので、まあ、それぞれのまあ自分のこう用途に合わせて購入されるのがいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、まあ大体こんな感じで話したかな、はい、ということになってますので、まあ、これからダウン購入されるとかインナーダウンってまあこれから必要な時期になってくると思うので、まあ、その時にまあこういうふうに、ああそういうふうに作られてんねんなとか、こここんなとこあんねんやったら俺こっちの方がええなとかっていうのをまあ見てもらえたらいいんちゃうかなというふうには思います。ということになってますので、本日はですね、インナーダウンを比較してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。